のご卒業で、はい、そうですね、私は二十歳ってさっき言いましたよね、はい、短大出まして、はい、でそのままこちらに、はい、でその時のきっかけといいますか、その募集が、ですね、私は日本体育大学の栗本学長だったんですね、もうお亡くなりになりましたけど、はい、その先生の推薦でこちらに村井先生っていうラグビーの男の先生がいらしたんです。でその先生が女の子一人いませんかって学長のところに来たんで、うん、私がたまたま学長に言われて履歴書を持っといてって言われてたのを学長がそのまま、はい、ですからその栗本日本体育大学の学長の推薦で、はい、で来ました。先生ずっとテニスのご指導をされてましたけれども、はい、ご自身もテニス、あ、そうですそうです、私も中学校からずっと、はい、今でいうソフトテニス、あ、昔でいう軟式テニス、はい、はい、でかなりそのご活躍、まあ人並みでしょうね体育大学に行くと、ね、はい、強い人いっぱいいますけど、まあ、学生選手権にも出させてもらったり、はい、いろいろさせていただいてましたから、うん、短い学校生大学生活でしたけど、こちらに来てまた子どもたちとやって五大都市に出たり、何か一般の部でですね、今度ね五大都市に出たりなんかもできましたし、この環境が合ってたんですね。もう入ってすぐ、はい、高校生を指導できた、まず体育科では奥山先生、奥山先生同期一緒です、そうですか、はい、それから音楽の岩沢先生、岩沢先生、それから生物の法力先生、はい、から英語の、青山の方に行かれてしまったんですけど、はい、7人入りました。あ、どうだ、はい、そんなにおられたんですか、はい、あ、畑先生も時間講師でずっといらして、はい、専任になられたのが私たち、あ、だから先輩なんですけど、はい、専任が7人で、その中の一番の長老が畑先生でした。あ、そうですか、はい、正門と裏側の道のところに体育館があったんです、はい、でそこにアスファルトのバスケットコートもありましたし、防火用水もありましたし、かまぼこの防空壕があった。あ、そうなんですか、はい、かまぼこってこういうふうにかまぼこ型になった防空壕があったりして、はい、で大学の先生とお部屋と向かい側でドアがあって、入り口があって、こう、あれ、ね、中田先生のお父様とか、あ、そうですね、私よく後から大学にいらしたんです。あ、そうですか、はい、はい、もう一人女の先生いらしたんです、うん、森脇先生、あ、森脇先生は保健を皆さん教わったんですね、はい、高校でも教えていただきました。そうですよね、私は中学の保健を教えてましたけど、森脇先生が高校の保健、覚えてます何年生？高校1年生の授業でした。もう忘れもしない。はい、うちほら、都市体操やったの覚えてますか？体操、集団体操。それのね、はい、高校1年生の授業の、もうそれこそここに来て最初の授業ですよ。で、二見先生が前で指揮してて、今日の授業は何もやんないで出席だけ取って生徒をこう並べたらば全部の中をこう歩きなさいと、はい、わかりました。もう本当にドキドキですよね。で歩ってた時に、二見先生はダーッと寝かしたんですよ。その間をこう歩ってるわけですよね、みんな上向いてて、なんか一生懸命。ただ一人の男の子はね、お姉さん起こしてよ私もっと思ってみて、ねえお姉さん起こしてよ、もう寝転がせないでよとか言って、えとか思って、私先生あそこの子がお姉さん起こしてよなんて言うんですよって言ったら、
あ、分かった、後で残すって言って、残された子がバスケット部にいた笠間君って、笠間和夫なんですよ。いまだにお付き合いしてます、私お姉さんとして。先生も高校1年だから15歳じゃないですそうか。です、先生二十歳でも。そうですよ、だからお姉さんでおす。姉さんですよね。はい。で、高2から持ちましたから、高2、高1と持ちましたから、で、中学校持ちましたから、23時間とか授業持って、多い時は28時間持ちました。28。森脇先生がご病気の時は28時間持ちましたから。だから、その、お姉さん起こしてよって言った笠間和夫君は、はい、いまだに私お付き合いしてます。何回生だっけ、今。芸術体育はクラスを持てないって言われまして、私泣いて 交渉に行きまあ、した。そうなんですか。持たせて持たせてって、そしてやっとここで持たせてくれた。秋学校は結構行きましたね。すごい豪雪だった時がありまして、それから一人生徒さんが動けなくなって、スノーボードで赤倉から席まで下ろしました。いや、あれは大変でしたね。でも二見先生とか酒井先生がいらして、地元の人と、で、私あの時初めて卵酒っていうのを作りました。赤倉から燕に入るんです。ちっちゃあ、なそうトなンんでネすルくか。ぐって、今も大きいトンネルになりましたけど、こうやってリックとスキーを持ってるとゴツンゴツンぶつかるくらいのちっちゃなトンネルをどん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 くぐって燕に入っていくんです。裏山ですね。だから赤倉の裏山が燕でした。で、そっち側に降りていって関っていう駅でしたから。キャンプも何回か音もしましそうですか。た。はい。ただキャンプはね、合宿が、テニスの合宿があって、すぐキャンプに行く。キャンプに行ってからすぐテニスの合宿やる。だからそんなんですっごい忙しかった。二十歳で入ってるから45年、はい、その間に一生懸命高校生を教えられる資格を取ったりしたんですけどね。でも私はもう中学校だけをこう回ってるから、高校生の卒業生は出さない、授業だけを持てるように、はい、先生、もう一つ。そうですね、たくさんあると言うといけないんですけど、でもみんな子供たちが裸で私の前に来てくれて、それを上手にお洋服着せていくっていう感じの指導をしてきたと自分では思ってるんですけど、子供たちにはその着せられたお洋服が窮屈だった子も いると思うんですよ。ね、でも、世の中に出てみて、その着せられた服が役立っていることがあるよって言ってくれるのが、すごく嬉しいなと思ってんです。ただ履歴書1枚で長いことを仕事させてもらっちゃいましたけど、はい、でたくさんの生徒さんですよね、いわゆるね、出会えて、私にいっぱいいろんなことを教えてくれたのが何よりの幸せでした。ありがとうございます。お子さんと一緒にお過ごして。あ、そうです、そうです。そうですか。じはゃい。あお孫娘さんととか公園。娘。朝はほとんど5時ですね、起きて。そうですか。まあ、その一日の中はね、まあ、勝手に過ごしてるんですけど、自習時間ですから、全部 時間割は 自分で組み立てなきゃいけないんですけど、その中で、まあ、まず退職してすぐ大腸がんやりました。はい。で、7月に手術して、この7月でちょうど丸7年、はい、でそこからちょっと体力落ちたんで歩こうかなと思って歩き始めて、で歩き始めてからただ歩ってるのは面白くないんで、やっぱりなんて言うんでしょうね、人を誘導する のを資格を取って、神奈川県の歩き歩き協会そうの、なんですか。はい、指導員の資格を取って、一生懸命誘導しました。はい。で、昨年辞めたんですけど、で昨年辞める前にちょっと
お友達がクラブツーリズムっていうところの方ができまして、東海道53次を歩かないって言われて、ちょうど68から68、69として歩いて、でそれが完歩できて三条大橋、日本橋から三条大橋まで行きまして、で、その後奥州街道にチャレンジしたんですね。じゃあっていうんで昨年の11月から四国88カ所を11月に24番まで行きまして、この4月の9日から42番まで、はい、つなげていきました。でまた秋にあと半分です。そうですね私辞めるときにねこういうのを出したんですよ。知らなかったです。辞めるときに先生方全員にお配りして、でレセプションの時に来てくださった方に全部にお配りして、頭でも今言ったのはこれですね。ここ表彰3ついただいてるんですけど、はい、関東に来たからこそ、はい、いただけた賞かなっていう。6年間のうちのどっかちょろっとでもね、うん、存在を覚えててくれたらそれでいいかな。いやでもこれをやるにはお勉強をさせなきゃいけないのに、みんな、うん、そうそうそう、高さんが必死になってやっちゃうからでもやっぱりそれもお勉強の一つだと私は、ね、そうですよね、思ってるんですけど、うん、やっぱだから、ね、今年からあれですもんね、ダンスってそうです正解になったんです、まあ、すごいですよね、はいはい、それをもう何十年前にやったんですよね、うん、先生今日は本当にお忙しいところ、ご足労いただきましてありがとうございました。きっと OB もですね、先生の元気な姿を見て喜んでいると思います。本当にありがとうございました。楽しい時でした。ありがとうございました。お招きいただきまして。